いただきます。国語順平と申します。よろしくお願いいたします。北九州からやってまいりました。Thank you.
地震が相次いでますね。鹿児島も揺れてますし、だけど熊本はね、今結構被害がすごいみたいで、こういうのってその場にいないとなかなか本人たちの気持ちは分かんないけど、でも俺もこうやってまた今日もね、歌っていて、みんなはここに集まっていて、やっぱりこれをすごい意味あるものにしたいし、一曲ちょっと希望の歌っていう曲を、今日は熊本に届けたいと思います。
は聞こえてくるよ。遥か遠くの悲しいメロディ、少しだけテレビを消してみてよ。真実はそこには映らないよ。耳を澄ませば聞こえてくるよ。すぐ近くでもこの国でも悲しいメロディ、少しだけテレビを消してみてよ。聞こえてくるよ本当のメロディが。あなたの願いは必ず叶うよ。あなたの祈りは必ず届くよ。僕らの願いも必ず叶うよ。僕らの祈りも必ず届くよ。光が集まったとき、それを希望と呼ぶんだぜ。希望と呼ぶんだぜ。イエイエイエイ。希望と呼ぶんだぜ。ここは純平と申します。昨日もそうなんですけど、希望の歌やっぱりちょっと歌いたくなるんで最初に歌わせていただきました。お、タイソンようこそ。いえいえ、じゃあ北九州からやってまいりましたんで、北九州音頭行かせていただきます。自分の親父が作った歌なんですけど、聴いてください。とはいえ男は手も止めず、黙々と作業を続けてる。そういや俺がガキの頃からこうして働いてたもんな。ああとにかくこれからも元気に生きててほしいのさ。ああとにかくこれからも幸せに生きてて欲しいのさ。眉間にシワを寄せたまま、愛想の一つもありゃしない。反抗期を迎えた俺は、いよいよあなたと距離を置いた。今思うと俺のわがままも、若さゆえの至らぬところも、全て受け入れてくれたのに、そう思うとなんか泣けてきた。ああとにかくこれからも元気に生きてて欲しいのさ。ああとにかく
いいですね。この霧島神社に霧島手拍子、霧島音頭、ぜひ響かせてください。Come on.